激励を伝わり、皆様の耳へと届いています。言葉を使って自分の意思や感情を伝える私たち人をはじめ、鳴き声で仲間と交信をする生き物にとって、音はコミュニケーションの道具でもあります。また音を別の目的に利用している生き物もいます。視界が利かない暗闇や深い海の中で鳴き声の反響を頼りに周囲を探っているのがイルカの仲間です。これから皆さんと一緒に音に焦点を当てながらイルカの生態を探っていきましょう。ベルーガサイエンスシリーズの始まりです。さあ、まずはマリンシアターのイルカたちをご紹介していきましょう。左右のスクリーンには中央のプールの様子が映し出されますので、ぜひそちらにもご注目ください。さあ、早速私の前へとやってきてくれましたのはオスのベルーガで、名前をナックと言います。続いてもう一頭ご紹介していきましょう。今くるくると回転をしながら泳いでいるのはメスのベルーガで、名前をマーシャと言います。今日はナックとマーシャ、この2頭でパフォーマンスを行っていきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。マリンシアターではベルーガの他にももう1種類違う種類のイルカを飼育しているんです。今プールの中央から右側あたり泳いでいます灰色の小さなイルカ、こちらはネズミイルカという種類なんです。日本では北海道や東北周辺に生息しており、水族館での飼育例は少なく、とても珍しい種類なんです。ぜひこの機会にネズミイルカについても覚えていってあげてください。それでは話をベルーガへと戻していきましょう。北極海周辺に生息するベルーガには他のイルカにはないさまざまな特徴があります。まずは体の移動をご覧ください。全身が真っ白な移動をしているんです。このことから別名白イルカとも呼ばれています。この真っ白な体の色は氷の下で身を隠すための保護色にもなっているんです。そしてよく動く場所があります。さあ、今首を縦に動かしてくれていますが、このよく動く首も特徴の一つ。縦だけではなく横にも動かすことができるんです。よく動くのは首だけではありません。体の横についている胸びれも器用に動かすことができます。このよく動く首や胸びれのおかげで、このような小回りの利いた動きを取ることができ、流氷の隙間でもスムーズに移動することができるんです。さあ、先ほどから泳ぐときに体がゆらゆらと揺れている様子、お分かりいただけますでしょうか。実はベルーガ全身が分厚い脂肪で覆われているんです。その脂肪は特に分厚い部分がおでこの部分。さあ、こんな風に少し
触っただけで簡単にへこんでしまうほど柔らかいんです。この柔らかい体のおかげで氷や岩などにぶつかっても怪我をしにくくなっています。厳しい寒さから身を守るため、このように体中が分厚い脂肪で覆われているんです。ところで皆さん、ベレータの鼻の穴、一体どこにあるかご存知でしょうか？鼻の穴は頭の上についています。そのため、泳ぎながらでも呼吸をすることができるんです。今、泡を出している部分が鼻の穴です。この鼻の穴を水面に出して呼吸をしています。私たちと同じ肺呼吸で生活をしているんです。さらに口の周りの筋肉がとても発達しているため、水を勢いよく吐き出したり吸い込んだりすることができます。口元をご覧ください。さあ、今ダイバーからもらった空気できれいなリングを作り上げてくれました。続いては吸い込む様子ご覧いただきましょう。このように一瞬にして吸い込んでしまうんです。自然界では海底の砂を水を勢いよく吐き出すことによって舞い上げ、そこから見つけ出した餌とかの生物を先ほどのように吸い込んで食べているんです。ご覧いただいたように、ベルーガには北極海周辺に適応した他のイルカにはないさまざまな特徴があります。それでは続いて、ベルーガの持つ音を使った能力について見ていくことにしましょう。北極海周辺は冬になると太陽が昇らない真っ暗な日々が続きます。視界がしかない暗闇で、ベルーガをはじめとするイルカの仲間が身につけた音を使った特殊な能力があるんです。上部のスクリーンにはベルーガの出す音が波形として映し出されるようになっています。スクリーンの左から右に行くに従って高い音が表示されます。20キロヘルツ付近の音は私たちが普段耳にしている範囲です。今20キロヘルツより下のところで波形が変化していますが、これは私が話している声が水中のスピーカーを通してこの画面に反映されているものなんです。私たちの耳には聞こえない高い音の中でも100キロヘルツ以上の範囲をベルーガたちが特に敏感に拾っていると考えられています。音を使った特殊な能力にはこの100キロから160キロヘルツの範囲が主に使われているんです。それでは実際に見ていきましょう。今からこちらのベルーガ専用の目隠しを使っていきます。この目隠しをつけて視界がしかない状態になってもらい、障害物に挑戦してもらいましょう。スクリーンにはベルーガの出す音も映し出されますので、プールとスクリーン両方にご注目ください。さあ、今船から輪から降りてきました。アクリルは目隠しがつけられています。今ダイバーの合図でスタートをして輪っかをくぐり抜けました。さあ、そしてダイバーの元へと戻っていきます。さあ、どうやら今回は音は
赤い部分が鼻の穴に当たる部分、ここが複雑に入り組んでおり、この中のひだを震わせることで音が作り出されます。作り出された音は黄色い部分、脂肪の塊であるメロンへと集められ前方へと発せられます。そして目の前のものに当たると跳ね返ってきます。この跳ね返ってきた音を下顎の骨を通して赤い部分、耳骨へと伝えていくんです。この時の音の大きさや時間の変化などから目の前にあるものの形や大きさなどを知ることができるんです。この能力のことをエコーロケーションと呼んでいます。音は水中を1秒間に約 1500m と空気中のおよそ5倍ものスピードで進んでいきます。水の中を伝わりやすい音の性質がこのエコーロケーションには好都合なんです。エコーロケーションはイルカやクジラの仲間が水中生活に適応するために身につけた特殊な能力なんです。それでは続いて音を使ったコミュニケーションについて見ていくことにしましょう。ここまで音を超音波のように使う様子ご覧いただきましたが、ベルーガたちコミュニケーションにも音を使っているんです。まずはベルーガの鳴き声をお聞きください。私たちの声を
は実際に見ていただきましょう。私が話すことは水中のスピーカーを通して楽譜に伝わり、ダンプの声はマイクを通して皆様に届いていきます。Yeah.